ボルツァーノ県立考古学博物館博物館の一、ボルツァーノ県立考古学博物館は、イタリアのボルツァーノにある考古学博物館。イタリアで有名なミイラ、氷の中からやってきた男アイスマンの家である。博物館は多くの見物客を四季にわたって受け入れている。名称については、ボルツァーノ県が複数の故障を持つことを反映し、南チロル考古学博物館、 アルト、アディジェ考古学博物館とも呼ばれる。アイスマンの他にも博物館には、アルトアディジェ周辺についての重要な展示物がある。旧石器時代の発見物や、より最近では、カール大帝時代のものである。アルプス連山の南斜面の過去の映像が、復元模型や立体映像、ビデオ、インタラクティブなマルチメディア端末により触れることができる。 常設展示のそばのスペースでは特別展示、会議、講演会も絶えず行われている。イタリア語、ドイツ語の両方が公用語とされている地域のため展示解説は二言語で行われている。また博物館のしおりはこの二言語に加えて英語、フランス語、そして1999年時点では日本語版が存在していたが現在日本語版はなくなっている。 建物は博物館通りの中央にあり、私立博物館の正面にある。もともと帝国時代にはオーストリア国立銀行として使われていた。1919年から1990年代まではイタリア銀行があった。ありがとうございます。